バイトもね、僕外なんです。警備員のバイト、道路工事 の、あの交通誘導、こう行き止まりです、はい、ね、やるんですけどね、住宅街とかで普通に道路穴掘ったりするからな、行き止まりですって、ここがアパートやったりするわけよ、で、まあ棒立ってるやん、じゃあある日、アパートの一室をドンドンドンって叩く黒髪のロングの若いお姉さんみたいな人が、ドンドンドン、ねえ開けてって言う、ねえ開けて、ドンドンドン、開けてよ、話そう話そうって言って、話そう、ねえお願い、あれなんやって、じゃあ私夕方の飛行機で行くの知ってるよね、おお、お願い開けて、話そう話そう言うね、ドラマや、マジでと思って、どんな人出てくるんかなと思ったら、でも結構長い間粘んねん、その人も、もう行っちゃうの、飛行機で行っちゃうんだよ私、どんな人出てくるんだろう、ガチャッと開いたの、じゃあ足に骨折したギブスはめた、おばさんが足引きずって出てきてやん、どういう意味男や思ってた俺、どういう意味、どういう関係、どういう状況、おばはんやし骨折れてるし、髪ボッサボサのおばはんでる、シュッとした兄ちゃんかと思った、あー蹴ってくれたとか言って話そう話したかったね、変な状況に合いますよ。